べてきてないっていう人。そんなに入るの？はい、ありがとう。じゃあ今手を挙げた子で普段から朝ごはん食べてないっていう人。あ、今日だけ？よかった。ありがとうございます。朝ごはん大事です。朝ごはん食べると脳が元気になります。ね、朝ごはんを食べずに学校に行くとみんなの授業が始まるときに脳がだんだん眠たくなってしまいます。だからしっかり朝ごはん食べてください。今日はね、皆さんに聞いていただきたいことがあります。今、九州、ちっちゃい子はちょっと震度7が地震が2回来ました。それ以外にもう一つ九州で災害が起きました。はい。人地震以外に。九州ではないけど、鳥取の地震は。鳥取でも地震ありましたね。みんな覚えてます？鳥取地震の時、加古川小学校も緊急地震速報になりましたよね。みんなその時どうしました？机の下に隠れました？隠れた人。おお、ありがとうございます。じゃあみんな大人の人にちょっと聞いてみるね。ちょっと後ろ見ててね。はい、鳥取地震が起きた時、緊急地震速報もしくはエリアメールが鳴りました。自分の身を守る行動を取った方、どれぐらいおられるでしょうか？大人の方に。はい、ありがとうございます。大人になるとこんなに気持ちになってしまうんです。だから火災警報器がジリジリジリってなってもなかなかみんな動きません。でもそんな時に今ここにいるみんなが一番に火事だーって逃げてあげる。じゃあその地震速報が鳴った時みんな机の下に隠れたけど、なんで机の下に隠れるんでしょうか？違う人の質問。え、なんで机の下に隠れるんでしょうか？はい、頭を守るため。それ以外の人いますか？それ以外。じゃあ聞いてみよう。はい、何のために机の下潜りますか？そう、足とかに隠れてる練習っていうのは本当は江戸時代の話なんです。